回廊の DX、誰も知らないと話題に WWW。3月24日に行われたブラジル VS イングランド。その試合でのブラジルスタメンがこちら。DX どないなっとんねん。最終ラインマジで誰も知らなくてくさ。DX に関してはこれ、アジア予選もギリギリなレベルだぞ。ネイマールいないと物足りない感がすごいわ。ブラジルはやっぱりネイマールのチーム。これならベストメンバーの日本代表とどっこいやんけ。今までリバウド、ドナウド、ロナウジーニョ、ネイマールっていうスーパースターがいたからな。冨安板倉の方が上でくさ。花がないスタメンでもタレント軍団イングランドに勝てるのがサッカー王国。この最終ラインでイングランドを無失点に抑えたの奇跡でくさ。まあミリトンとかマガヤンニスとかマルキーニョスいるから大丈夫。エンドリッチが17歳でブラジル代表に選ばれてるのエグいって。決勝点がエンドリッチっていうのがスター性を感じる。バックラインはギリギリダニーロだけ分かってくさ。レジャルドはパリに移籍して有名になったでしょ。逆にこんぐらいの方が W 杯優勝しそう。セリア見てないとわからんかもしれないけど、ブレイメルエグいよ。メンバーにもう少しインパクトが欲しいよね。3トップだけ自信満々なのマジでくさ。ブラジルは正直パケタのチームになる匂いがしたけど、同時に暗黒時代に突入する予感もした。ネイマールが恋しすぎる。